今回はコードブレイカー第1話ですね。アニメのコードブレイカー第1話、これを見ましたので、お話をねしていきたいと思います。まずはね、冒頭バスに乗ってるね女子高生がいて、この女子高生が、外を眺めてるとですね、青い炎が燃えてるんですね。空き地のようなところで青い炎が燃えてると。その中に、まあ、男がね、イケメンの男がですね立ってるんですね。はい。でこのね、女の子はですね、女子高生は合気道の部員なんですね。合気道部の部員、高校生の合気道の部員なんですね。とても強いんですね。桜小路さくらという名前なんですけども、この桜小路さんはですね、まあ結構モテモテで容姿端麗であるということですね。で正義感も強いでしょうね。でそこにですね、転校生の男の子が一緒のね、同じクラスに入ってくるんですね。うん。この、男の子がですね、転校生の男の子が大神霊という名前で、この男がですね、昨日の炎の中の男なんですね。バスに乗っていた時に見た、幻のように見た、炎の中の男なんですね。で、まあ、主人公と、このね、転校生が、少し、知り合いであるという、そういうね、まあ、定型の学園ものの形を借りてるわけですね。はい。はい。で、このね、転校生の大神くんがですね、モテモテなんですね。うん。で、桜浩二さんもですね、ちょっと気になるんですね。ちょっと軽くストーキングなんかをしたりね、してるんですけども、まあこのね、桜浩二さんが、モテモテなのはね、ちょっとファンタジーかなと私は思ってしまいましたね。うん。この桜浩二さんはね、まあ綺麗ですけども、男勝りで、武道の達人、合気道部ですからね。武道の達人なんですね。で、性格はですね、ちょっと厄介な感じがあるんですね。で、喋り方も、この武人のような、男のような、武人のような喋り方なんですね。いやー、これはね、モテないでしょうね、現実にいたらね。うん。はい。でね、この桜浩二さんがですね、なぜこういうね、武人のような振る舞い、喋り方をするのかということをね、ちょっと考えてみたらですね、この桜浩二さんの理想の男性像が、武人なんじゃないかなと。ね。武士のような男。つまり、桜浩二さんはこの武士のような男に憧れていて、自分もですね、憧れの対象に近づきたい。あるいは自分もこの憧れの対象のようになりたいと思うわけですね。そうすると、女の子なのにも関わらず、武人のような、喋り方、立ち振る舞いになってしまう、ということですね。その結果、モテないというね、状況が起きるんじゃないかなと思いますね、私はね。まあもちろんね、このアニメの桜浩二さんはとてもね、学校でモテモテであると。そういう、設定ですね。はい。でね、G ファルコンという、まあ、集団がいるんですけども、まあ、ちょっとね、悪い、連中がいるんですけども、この G ファルコンの連中に、夜中にですね、桜浩二さんが囲まれてしまうんですね。で、まあ、ピンチということですね。で、そこにですね、このね、大神くんが現れて、まあ、一応助けに入るわけですね。はい。ですが、少しね、おかしいんですね。うん。このね、大神くんが、善人なのか悪人なのか、ちょっと判断がつかない、そういうね、演出なんですね。とてもね、面白いと思いましたね。うん。
まあ、このね、大神くんが善人であれば話は早いんですよ。ね。転校生がやってきて、謎の転校生がやってきて、ピンチになった桜小路さんを助けてくれる。で、よかったね、と。そういうお話で丸く収まるんですが、このね、大神くんが実はこれ悪人なんじゃないかと、そういうね、匂わせる、ところがいくつもあるんですね。はい。このね、主役級のキャラクターですよね、大神くん。これが悪人なんじゃないかと思わせる演出。これはね、とても面白いと思いましたけども、このね、主役級のキャラが悪人である、あるいは善悪がわからない。これ私はね、デスノートを思い出しましたね。はい、デスノート。あのね、デスノートもですね、主役のキャラクターが善人なのか悪人なのか、はっきりさせないで物語へ進行しますよね。うん。はい。でね、このコードブレイカーですけども、第1話、まだまだ謎がね、深まりそうな雰囲気でですね、まだ話が展開しきってないうちに、第1話終わりましたから、とてもね、2話目以降が気になる、2話目以降も見ていこうと思うね、とてもいい作品になりましたね。